柿内晴君から次のグループ、この選手もジュニアグランプリから僕見てきましたよ。なんか練習中4回転やってましたけど、4回転ショートで入れるのかな。あんま成功率は高くない気がするんですけど、ショートで4回転入れるっぽいですね、もしかすると。あ、やるっぽいな。マジか。おお、惜しい。転倒された。いやー、でもナイスチャレンジですね。フーディーだけかと思ったんですけど、惜しかったですね。着地できるかなと思ったんで、あともうちょっとかなと思いましたね。トリプルアクセルは、あ、ダブルアクセルか。あ、そっか、彼はトリプルアクセルはやらないのか。このプログラムも素敵ですね。あ、リベルタンゴだ。トリプルルッツ、トリプルトーループ。完璧ですね。スピンも素晴らしいと思います。柿内選手は、ノービスの時に特集されて、とてもいつ来るんだろうと思ってた選手ですけども、初の全日本選手権、いつ来るのかなと思ってやっと来ましたね。田中圭司先生でね、田中圭司先生もすっかり先生になられたっていう感じがするんですけど、なんか現役まだ続けてるようなイメージが。なんかキスクラいいですね。キスクラの雰囲気すごい好き。あ、61.42っていう点数ですね。あ、大勢君登場。楽しみですね。いや、グランプリファイナルの時はね、ちょっと悔しい思いしましたからね。なんかもう一人違うね、雰囲気がね。義経継続。さあ、昨シーズンの全日本はね、フリップだったかな、転倒があった気がする。ルッツか。フリップか。いや、どうかな。最近よくうまくいってないですからね。いやー、片石君素敵ですね。ほんと素敵。さあ、トリプルアクセルいける。おー、惜しい。あー、ステッピングアウトした。いや、でも最近の中ではまだマシな方だ。次のルッツとループ、あ、ループが先かな。あ、フリップかな。あ、フリップだ。トリプルフリップ。おお、あ、そっか、男子のはショートはシニアはあれか、フリップにしてもいいんだね。いやー、いいですねー。うっとりするスピン。片寄君が登場したのは空気変わりましたからね。いやー、上手くなってほしいな。もっと4回転とかもね、決めて、シニアの方にも入れて、もう本当に応援していきたい選手だから。もう最高の選手ですよね。トリプルルッツからのコンビネーションいけ。あー、ダメった。なんとかダブルトをつけた。危なかったね。まあ、なんとかコンビネーションつけたけど。トリプルルッツはもうこうなってたから。飛び方がね、もう違うね。でも、前回よりはいいのかな。やっぱ転倒があったから。ルッツもね。ちょっと悔しい。彼は18歳だから、来シーズンも一応ジュニアで出れると思うので、どうすんだろう。シニアに出るのか。でも、4回転とかまで持ってないから、まだジュニアの方がいいのかな。ねえ。吉岡希君が来年からシリアということなんですけど、まあ、彼はどうするんだろうね。ああ、でも素敵。ステップシークエンスなんかもビールマ、あ、ドーナツスピンも素敵ですね。お、難しい出方。キャメルからね。キャメルから難しい出方、ウィンドミル使っていいんだ。なるほど。真似しようかな、今度。
いやー、素敵でしたね。やっぱり、いやー、でも悔しい。最近彼の笑顔を見ないな、全然。笑顔っていうか、まあ、彼はすごいいい演技しても、そんなにはね、そんなにはこう、なんだっけ、爆発的にガッツポーズとかするっていうことないんですけど。いやー、でも彼のこう、ゾーンに入ったものを見てみたいね。悔しい。まさに氷上のタッキーですよね。本当に氷上のタッキーですよ。本当に。もう本当、煽りなしに氷上のタッキーだと思いますよ。やっぱ彼で。まあ、義経もタッキー、やっぱ一番好きな大河ドラマだったし、まあ、この曲素敵だしね。この素敵な選手がこの素敵な曲で、ね、素敵なタッキー、氷上のタッキー演じるっていう、なんかもう素敵尽くしな感じがある。なんかこう彼の魅力は本当になんかその話すとこうなんかね面白そうな感じしますやっぱね。ただルッツ危なかったね。まあトリプルアクセルがステッピングアウトでとどまってくれたんだけど、まあ、最近彼のいい演技ジャンプうまくいってないですね。まあ明日のフリーはねロンドカプリチオーソ。まあ、これも衣装も王子様衣装で素敵なんですけど、いや見せ方とか衣装とかもね、センスいいですね、やっぱね。多分私服とかも素敵なんじゃないかな。僕はちょっとオシャレとか僕はあんまし、しないので、そうやっぱ素敵な感じするけど、なんか自然な感じもあるからいいね。いいと思います。素敵です。ただ、ジャンプが悔しい。彼みたいな人が4回転とかマスターして、本当にこう、行ってほしいなってちょっと思うんですよね。スピンも本当に良かったです。まあ、来シーズン、どっちに出るのかな。得点は、70.05。まあ、ミスがなければもっといい点数だったと思うんですけど、でも、先生はこれは村さんのお父さんですね。杉山選手。面白そうな選手ですね。杉山拓実選手。へえ。この選手は僕ちゃんと見たことないですね。面白そうですね。両手を上げたジャンプを飛んでました。練習の時。この選手も面白そうだ。なかなか面白そうな選手。今日結構山熊太一郎くんも良かったと思うし、だから本当に面白そうな選手結構見つけますね。曲はこれはあれだ。ピアノレッスン。この選手も素敵ですね。おお、いい。ちょっとチラッと見せるよ。杉山拓実選手。名前聞いたことありますよ、もちろん。ただ、滑りがとてもいいですね。トリプルアクセル。ダブルアクセルか。ちょっとこう、斜めったね。この選手の滑りはずっと見てみたいですね。すごいこう、ルッツからのコンビネーション。トリプルルッツ、両手を上げて、トリプルと、おお。ルッツと両方とも両手上げてきましたけど、ちょっと詰まったかな。でも加点もらってるね。失敗した？フライングキャメルで、バタフライのところ、失敗しましたね。でも、とっさにアップライトに変えましたね。あれ、フライングアップライトとして認定されるかな。認定されないか。もったいなかったね、今のスピン。彼の演技はこう首をこう使う演技が多いですね。首を振ったりとかね。トリプル。もったいない！フリップもシングル。この選手もったいないな。アメリカのマシュー・サポイ選手の思い出しますね、彼はね。なんとなく。回転速度いいですね、スピン。この選手素敵なんだけど、この杉山拓実っていう人。こういう選手がジャンプとかマスターしてきてほしいんだよね。本当に、
今日もいっぱいミスがあったけど、本当に素敵ですね。手の使い方というか、体の使い方、首の使い方、いいですね。とてもいいと思います。本当面白い。スピン、本当かっこいい。素晴らしい。もったいなかった。スピン、とても良かったんですけど、素晴らしいはずのスピンのキャメルの方もミスがあったんで、いやー、今シーズン順調に来てたんですね。もったいなかったですね。いやー、素晴らしい選手ですよ、この選手。素敵だった。スタンディングオベーションしてた方もいましたね。ちょっともったいなかったですね。村さんがそう面白いこと言ってます。最初のダブルアクセルがちょっと浮いていたから、それで他のジャンプにも影響したって言ってました。なるほど、そういうことあるんだ。やっぱ、ジャンプ3つショートあって、1つのジャンプの軸で、他の2つのジャンプの軸にも影響がするってやっぱ面白いですね。そういったことがあるんだって、ちょっとね。なるほど。でもこの選手よかった。この杉山拓巳っていう人、スケーティングすごい好きですね。村先生。得点はどれか出るのかな。54.28か。届くかな。落っこっちゃうかな。ショート落ちちゃうかな。悔しいですね。次は長谷川一樹選手。東京理科大学だって。あれ、東京理科大学でフィギュアスケートやってる選手、初めて知りましたね。東京理科大。ダブルアクセル、ケインとトリプルルッツ、トリプルトウ、おお、素晴らしいですね。彼は全日本選手権のショート落ちが続いてるっぽいんで、今回は行きたいとこですね。トリプルフリップも良かったですね。ジャンプ3つ成功。おお、すげえ。今の開脚、コレオシークエンスみたいなすごい良かったですね。前後に開脚しましたよ。また割りっていうのかな。ブワーッと。素晴らしいパフォーマンスですね。これは彼はあれですね。よかったです。ジャンプノーミス。これはもうショート通過できるんじゃないかな、今日は。東京理科大学。ただちょっとスピンのレベルを落としてるとこもあるのかなっていう感じがした。そこはちょっと気になりますね。64.94。これなら、ショートは、フリー進めるんじゃないかなとは思いますね。おめでとうございます。東京医科大学ね。次の先生誰だ？洲本くんだ。洲本くん、なんと今季で引退してるみたいな。ラストシーズンなんだ。18年間のスケート人生。ちょっと緊張してますね。さあ、どんな演技をしてくれるんだろう。彼の演技を初めて見たのは、僕は、雨に歌えばだったかと思いますね。このプログラムなんだ。The Feeling Begins。知ってます、この曲。アラビア風の曲ですね。この曲知ってますね。これは村さんとか、あとケビン・バンデル・ペレンが昔使ったやつかなと思うんですけど。さあ、なんだろう。ルッツから。トリプルルッツ。おー、危ない。オーバー足しちゃった。ちょっと緊張感が伝わんね。さあ、この後トリプルアクセルかなと思うんですけど、ここは決めたい。ダブルアクセルでした。ダブルアクセルですね。昔からトリプルアクセルやってたかなと思うんで、ちょっとレベルを落としてるのかっていう感じがするんですが。怪我とかもやっぱあったんでしょうかね。さあ、次のジャンプをコンビネーションにしたいですね。トリプルトーループ、トリプルトーループ、決まった。ちょっと一回動画を止めます、ここで。